はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、丸亀製麺さんに訪れております。でもね、丸亀さんといえばもうみんな知ってると思うんですよ。もううどんがめちゃめちゃ美味しいお店でして、本日は丸亀製麺さんで大食いが満足するまでうどんを食べたらどれだけカロリーを摂取できるのかっていう企画にね、挑戦していこうかなと思っております。ただもちろんね、このきつくなるまでの大食いってわけではなくて、あくまで楽しめる範疇での大食いですね。うどんといえば炭水化物系の中でもね、カロリー結構低めなイメージがあるんですけれども、まあね、ちょっと僕も全く予想がついていないんですけれども、いろんなねメニューが丸亀さんにはありますんで、ちょっとそのメニューもね複数楽しんでいこうかなと思っております。でプラスアルファでもちろんお値段もかなりリーズナブルなので、そのね満足いくまで食べた時に合計金額もいくらぐらいかかったのかっていうのも、まあ、一緒にねちょっと発表していこうかなと思っております。ということで早速ね一品目注文して食べていこうかなと思います。ちょっと注文お願いします。ぶっかけの、特の冷やしでお願いします。先生、ありがとうございます。はい、そしたら天ぷらどうしようかな。ひとまず磯辺とイカと、そしたら、ね、丸亀さんはまたトッピングありますんで、ここら辺だね。ネギと生姜に、これ、ね、天かすでございますね。ネギと天かすと生姜もつけちゃおうかな。よいしょ、こんな感じでいかがでしょうか。ということで第1陣目のねうどんと天ぷら注文をさせていただきました。でちょっとねこのネギとか、まあ、揚げ玉天かすとかのこのカロリーに関しては省かせていただきまして、注文した商品のカロリーなんですけれども、おおよそね、まずぶっかけうどんの特が594キロカロリーで、磯辺揚げが148キロカロリーの、イカ天が136キロカロリー、さつまいも天が159キロカロリーの、舞茸が110キロカロリーと、一応ね合計で1147キロカロリーとなっております。出来たて食べたいんで早速ねいただきます。丸亀さんといえばのねこのね腰の強いうどんですよ。これ見えますかね、これ純白のうまそうなうどんなこと。いただきます。丸亀さんといえばのこのもっちりとしてるんだけど弾力のあるこの食感、やっぱねこれがうまいっすよね。うん、うん、まっ。早速ねこの天ぷらいかしてください。まずねこちらのさつまいも天でございます。うん、サクサクの食感と甘みが最高にうまいです。うん、ちょっとつけちゃったりして、うん、まっ。ちょっと続いてねこちら磯辺揚げちゃんでございますね。これもしっかりとくぐらせて、うん、やっぱまたイカも衣サクサクでうまそう。ので早速ね続いて2巡目のうどん注文してこようと思います。
ということで、ただいまね、2巡目到着いたしました。釜玉の特に、まあ、天ぷらの方が野菜のかき揚げとエビ天が2本で、プラスアルファで天丼用ご飯も注文させていただきました。あ、すいません、いただきます。で、釜玉の方には卓上のね、だし醤油ってことなんで、これをよいしょぶっかけまして、うわー、うまそう。みんな大好き釜玉でございますね。うわー、やっぱうまいな。さっきぶっかけはね、まあ、冷たいのでいただいたので、またね、あったかいのになると、このね、うどんのもちもち感も変わりますし、釜玉っていうシンプルなうどんだからこそ、よりね、このうどんの香り、しっかり感じて、最高っすね。あくまで概算ではあるんですけど、釜玉うどんの特がまず669と、野菜かき揚げが667で、エビ天が110で、まあ、2本なんで220と、でもこの天丼用ご飯もちょっと大体なんですけれども、230カロリーぐらいだと思うので、合計で言うと1786キロカロリーですね。この2ターンでね、まあ、成人男性の1日分のカロリー以上は摂取することになりますね。ちょっと天丼を作っていきましょうか。これかき揚げとエビ1本とで、これね、丸亀製麺さんにはこれ天丼用の天だれってものがありますので、これもね、ちょっとドバッと、あ、いい香りするわ。丸亀さんってさ、もう本当に揚げたてをその場でいただけるから、普通のね、チェーン店とかお店にある天丼にも負けないぐらいめちゃめちゃうまい天丼が作れますね。エビ天もね、そのままいただかせてください。でもね、ちょっと今日の動画見て気になってる方もいらっしゃると思うんですけど、久々にね、この髪を下ろしたんですよ。っていうのも結構ね、髪伸びてたから、ちょっと久々に試しにやってみようかなと思ったんですけど、朝嫁さんに言われたのが、レゴブロックみたいって言われた。レゴブロックよ。釜玉の特も完食いたしました。いや、めっちゃうまいわ。まだまだね、食べたいんで、ちょっと追加で注文していきたいと思います。ということで、ただいまね、3巡目注文が終わりました。3巡目に注文させていただきましたのは、これ、ね、埼玉県でしか限定販売していないという肉汁つけうどんでございます。これ、ね、見た目はこんな感じ。このね、つけ汁も都度調理なので、もう熱々の美味しい状態でございます。つけ汁めちゃめちゃうまそうですね。うわ、うまそう。で、こちらのおうどんも冷やと熱で注文できるんですけど、今回冷やで注文させていただきました。で、プラスアルファでこれ、かしわ天とちくわ天に稲荷が2つと、
ちょっとね、この肉汁つけうどんもこれ限定メニューなんでカロリーとかが出てなくて、おおよそね、他の商品とかで比べたところ、通常1人前で肉汁つけうどん550ぐらいらしいんですよ。でこれうどんの方が2玉になっておりまして、だいたいね1玉につき250キロカロリーぐらいあるらしいので、まあ、この肉汁つけうどんでおおよそ800キロカロリーぐらい、かしわが143、ちくわが164、いなりが156が2個ありまして、合計で1419キロカロリー、もう4000超えましたねまだまだねお腹余裕ですので、ちょっと早速ねいただいていきましょう。いただきます。この月式になるとやっぱりねこの麺だけでも食べれるんで嬉しいっすね。うん、あ、おいしい。やっぱりねこの冷やしとかでもこのままね何もつけないで食べてみると、うどんにかかってる塩味っていうのかな、その、ね、塩分感がしっかり感じられて、そのおかげでよりこの小麦の甘みってのを感じますね。うん、よいしょ。これちょっとしっかりつけさせていただいて、うまい。うわこれめちゃめちゃうまい。とにかくお肉の出汁感がしっかり出てて、このね漬け汁自体にものすごく味の厚みがあるんですよね。うん、うん、でこの出汁感が濃い漬け汁につけて、今ちょっと改めて思ったんですけど、こんだけうまみ強いのにうどんのね味これ負けてないんですよ全く。それがすごいと思う。ちょっとこれ天ぷらも食べていきましょう。まずこちらの柏天でございますね。うどんに柏天合うよね。でこれ丸亀さんに来るとつい頼んじゃうんだけど、このいなりね、うん、うまっ、うん、ちょっとね漬け汁の方に振らせていただいて、ちょっともうこんな感じですよ。最高の絡み具合ですわ。うんうん、合うわ。このね辛みが合うってよりかはこの七味の香り、これがねすっごくお肉に合う。ということで、あっという間にね3巡目のうどんが完食いたしました。美味しくてもうちょっとねいろんなメニュー食べてみたいので、追加でまた注文していきたいと思います。ということで、例えばね4品目注文させていただきました。4品目牛すき釜玉うどんということで、間違いなくうまいメニューだと思うんですよ。でプラスアルファでこれ野菜のかき揚げにサワラがね今限定出てましたんで、そちらとこれレンコンでございます。でこの4巡で取った天ぷらで今日出した分に関しては全メニューコンプリートでございます牛すき釜玉うどん1154で、かき揚げの方が667に、レンコン店がこれもだいたい170で、サワラの方が120ということで、合計でですね2111キロカロリーということで、見事ね、まあ、一食で2000キロカロリーを突破いたしました。取りすぎだねこちらもいただきます。まず卵溶きまして、これごめんねうどんなんだけど一旦ねすき焼きしていいですかもうこんな感じでね、まずねちょっとすき焼きで頼もしいっつってください
これはもうただのすき焼きです。めっちゃうまいすき焼きです。そしたらこれ生卵いっちゃいますか。よっ、うわ、いや、うまそう。だってもうさ、これよ、うまくないわけないじゃない。これ個人的には味付けだとだし醤油かけなくてもお肉と一緒に食べれば十分美味しいよ。これめっちゃうまいな。そしたらちょっとレンコンいこうかな。うまっ。今からかじってるところを見せるので、苦手な方はね一旦スキップしてください。これレンコンなんですけど、見えます、この厚み。これなかなか普通のこれうどん屋さんじゃできないことだと思うんですよ。厚すぎるとやっぱ火入んないから。でもしっかり火が入ってて、この厚みなんで、このレンコン独特のこのシャリッとかカリッっていう食感も生きてて、これがねまためっちゃうまいわ。うまっ。ちょっとね、ここにこのだし醤油もかけてみましょう。よっ。で、やっぱりね、このすき焼きといったらこれ唐辛子七味だと思うんで、これ甘辛い味付けには絶対合うと思うんですよ。うわ、うまそう。うん、かけた方がうまい。これ丸亀さんのさ、だし醤油ってこのかつおだしとか昆布だしが入ってて、このね、魚介海鮮系のだしがしっかり入ってるんで、お肉のね、うまみと相まって、うまみの厚みが増すっていうの、めちゃめちゃうまいわ。ふっくらしてるわ。しっとりしてるし、これ最高にうまいな。うん、ということで、ただいまね、4巡目完食いたしました。いや、お腹的にはまだ余裕があるんだけど、でも満足感的にはかなり満足してきてるかな。この辺りでね、今日は終了しようかなと思います。ということで、結果は丸亀製麺さんで大食いが満足いくまで注文した時のカロリー数、合計で6463キロカロリーでございます。これ、成人男性でいうと約3日分1時間ぐらいで摂取をさせていただきました。めっちゃうまかった。いや、まあ本当はね、まあちょっとメニュー表を見ると、いろんな食べたい限定とか、これね、レギュラーのメニューももうちょっと食べたいなと思ったんですけれども、本日はね、この辺りでやめておきたいと思います。そしたらね、まあカロリーが分かったところで、今回この6000キロカロリー以上食べた後のお会計確認していきたいと思います。先生、お会計お願いしてもよろしいですか。はい、ぶっかけ特盛り。以上です。安っ。